こんにちは。2017年1月14日、東京オートサロン会場です。一番楽しみにしていた、磁気型シビックのブースにやってきました。一般公開初日なのに、思ったより空いてるなぁ。前のシビックの時ほどの熱気は感じられません。パッと見た印象、FK2 シビックの部品を、磁気シビックにポン付けしただけのような印象です。近くにいた、ホンダの担当者に聞いてみたところ、ミルでのタイム更新があるのかないのか、まだはっきりしない様子。少なくとも、まだいい結果は出ていないのでしょうね。発売までに記録更新、してくれると期待したいです。あまりその話題には触れたくなさそうな担当者の雰囲気が気になりましたが、性能の話はさておき、スタイルをじっくりと観察してみます。なんかスバルみたい。でも普通のファミリーカーとして使うのならこのくらいの大きさは欲しいですよね。今度は限定発売ではないので、前回のように欲しい人の手に届かない心配がないのがいいですね。欲しい人がどのくらい現れるかは分かりませんが、おそらく FK2 シビックと同じくドイツボッシュ社製のコンピュータを採用しているのかな。解析が難しいらしいけど、このシビックがたくさん売れて解析が進むといいなぁと思っちゃう。で、最後に個人的な印象を言わせてもらうと、前のデザインの方が斬新でかっこよかったなぁ。個人的な好みなのかもだけど。じゃ、またね。